8時5分、松屋製麺所に到着しました。有名な店らしく、行列を覚悟できたのですが、誰も並んでいません。店の中に入ります。中にも待つためのベンチがあります。座席は10席ほどですが、空いているようです。店員に人数を聞かれました。メニューです。注文後、精算を済ませ席に着きます。角の席が空いていました。製麺所というだけあって、麺の販売もしています。注文の品が出来上がるまでの間も、麺を買いに来る客が数人入ってきていました。先日たまたま見ていたテレビ番組で、朝7時から開店するラーメン店に全国各地から客が集まり、朝6時から行列ができると紹介されていました。しかも自宅から車で30分もかからない場所でした。それが今日訪れた松屋製麺所です。なお本日は変態くんと一緒に来ています。私は松屋ラーメン800円と焼豚ご飯300円を注文しました。変態くんはチャーシュー麺1000円を注文したようです。出来上がるまで7分ほど待ちました。ちょうどトイレから出てきた時に出来上がったようです。焼き豚ご飯が乗っているトレーを取りました。ただラーメンは変態くんが注文したチャーシュー麺が乗っているようです。席で入れ替えました。松屋ラーメンです。焼き豚ご飯です。変態くんの注文したチャーシュー麺です。太めの縮れ麺です。国産小麦粉、水、塩、乾水のみを使用。プレス式製法を用いることにより、コシの強いもちもちツルツルの食感が特徴の高水生麺に仕上げてあります。この焼き豚ご飯の焼き豚は炭火で焼かれたような香ばしさがあり、すごく美味しい。今まで食べてきた中で一番美味しい焼き豚だと思います。麺はうどん専用の機械を使って製麺しているらしく、すすっているとたまにうどんのような喉越しを感じます。でも一番驚いたのはこのチャーシューです。よく煮込んであるのだと思いますが、
マグロの大トロのように口の中でとろきます。麺が独特で美味しいのだと思っていたら、スープもチャーシューも美味しい完成されたラーメンだと思います。食べ終えた後の食器は返却口に戻します。なお11時過ぎにこの店の前を通りましたが、長い行列になっていました。試食部の営業時間は13時までですが、休日は午前中に売り切れになるようです。ごちそうさまでした。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。